この前ね、バレーの日本代表の方とそのちょっとお酒飲む機会があって、はい、まあ仲良くさせてもらってるんですけども、その時飲んだのがその、スパイカーの柳田選手、日本代表のキャプテンの方、日本代表で、あと藤井選手、日本代表のセッターの方、とあと日本代表のリベロの、伊勢さん、めちゃくちゃバレーボールじゃん、うん、そう3人の男子でしょ、男子すごいな、飲ましてもらったんだけども、もうムキムキなんよ、うん、とにかく、うん、もうここ勝ってーし、まあね、勝ってーし、まあプロスポーツ選手はそうだよ、そうめちゃくちゃすごいじゃんやっぱり、うんうん、でも私たち普通にビール飲むのよ、いやまあそりゃそうでしょ、アスリートとかめちゃくちゃ飲みそうじゃん、こっちでさビール飲まないようにするじゃん、なんか年でさ健康ね、健康面気遣って、うんうん、でもそんな関係なし、もう多分もっとずっと動いてるから関係ないんだよ多分、健康とかじゃなくて、でもこんなになんか、まあ、不摂生とまでいかないけどちゃんとビール飲むんだみたいな感じになってきて、まあね、うん、それでね、そのすごい興味がある話をしていただいて、うん、そしたら僕らエナジードリンク飲まないんですよね、え、バレーボールの選手、バレーボールの選手エナジードリンクっていろいろあるよね、今いっぱいあるでしょ、飲まないんですって、なんで引っかかっちゃうんだってドーピングに、え2本飲んだだけで引っかかっちゃうって言ってた、えあ、そうなんだ、そうなんだ、僕2本とか飲むときあるよ、でしょ、でも俺引っかかってる、引っかかってるあん時ドーピング検査やられたら俺引っかかってる、いつもより大喜利強くなるでしょ、だってまあぐるぐる回すからだからそのプロスポーツというか日本代表の方とかは最近さ野球選手でさ話題になった外国人の方いらっしゃいますね、それまた今否認してるみたいな感じはありますけど、いやでもめちゃくちゃレッドブル飲んだ可能性もあるじゃん、ゼロじゃないんじゃないですか、だから何かで、だから風邪薬も飲まない方いるっていうのの話も聞くじゃん、あ確かに確かに、だから結局その2本でダメなんだ、2本でもう引っかかっちゃうから基本的には飲みませんって言ってました、作家さんとかも飲みますよね、でドーピングしてここまで回る深夜の打ち合わせとかさ、芸人が何人とかユニットコントとか考えてる時8人ぐらいさ、うん、集まって頭凝らしてさ、めちゃくちゃもう何本も飲む時あるけど、あそこでドーピング検査やったら8人全員引っかかる、全然おしっこ全員引っかかりますだからもうよかったお笑いにドーピングなくて、ビールは飲むのにやっぱちゃんとそこはしっかりされてるんだなと思って、確かにね、なんかすごい興味深いなって思いましたね、意外な事実だね、うん、